えー、こんにちは、のです今回ねあの朝倉未来さんのね動画をね私ね、ね、この1ヶ月、ね、むちゃくちゃゃく見たんですよで、すよずっと朝倉未来さんってのは、まあ、ストリートファイトの、ね、いわゆるちょっとこう突っ張った人が、うん、ちょっとね芸能人っぽくなってきたかなっていうところで見ていたんですけどもやっぱこう筋金入りの人なんだなという風に感じたりあとユーモアのセンスもあったりとかね。 えー、でしっかり仕事もしてるなーっていうのをいろいろ見ててすごく魅力を感じていたんですよねで朝倉未来選手に文句は全然ないんですけども今回ね朝倉未来に勝ったら1000万みたいな企画がぶち上がってまた雨はやりだしたかと思ってねこれすごいことになるんじゃないかなとで予選でもチラチラとしか出てこないんですけどもものすごく危なそうな人がねオーディションに来てたんですよね何百人も来たわけでしょ で、あ、この人はもしかしたら朝倉未来選手倒すんじゃないかなと思った人がなぜかね対戦相手に選ばれずに芸能人のなんかねアイドルみたいななんか言ってみればねこんな人が出てきちゃダメだろうみたいなそんななんかね人がね k a t ー t u n の人とかねあの、もう一度後藤なんとかっていう人とかがポロッと出てきてしかももう旬を過ぎてるじゃないですか。 とても戦えるようなコンディションじゃない人が出てきて一体何をしようとしてるのかなと <laughs> これはなんかねガチでとかねストリートファイドでっていうタイトルはついてるけどもやっぱりエンターテインメントなんだなとうんある意味がっかりせざるをえないかなとは思っておりますそれからあと久保田なんとかさんって人もねすごく怖そうな人ではあったんですけどもまあでもこれもなんかね うん、番組が用意した人みたいな感じでやっぱり今の時代検索するじゃないですかで検索するとやっぱこういう人の経歴出てくるんですよ、うん、でまあそういうふうなね経歴を書いてる方の方が嘘かもしれないんだけどもでもアメバ TV の方も検索をかけてね裏取りをしてる中でそんな変なねあの実はこいつはしょぼいみたいなあそんな経歴がある人を何で選ぶのかなと、うん、それこそねあの <laughs> 障害事件を起こしたっていうんだったら、まあそこで事件化されていて、逮捕状が出たりとか、交流期間があったりとか、前科になってるとかね。そういうのがね、はい、これで証明されましたみたいなのが抱き忘れ出てるといいんですけども、なんかどの選手も、俺はこんな悪いことしてましたっていうね、悪いこと自慢を自分で言ってるだけで、それを意図的にかどうか裏取りもしてないんですよね。もちろんね、犯罪者を出せってわけじゃないんですけども、うん、でもやっぱりまともに考えて、 中学の頃からね真面目にトレーニングに勤しんできた格闘家の方がこれは強いんじゃないかなと喧嘩も込みでですよ例えば喧嘩上等って言ってもそれ道端に落ちている鉄パイプを持って、ね、殴りかかってくるとかそれから懐に隠していってナイフで相手を刺したみたいなことも喧嘩で込みなんですよストリートファイトででもさすがにアメバ TV の企画でじゃあ服を着てその中に何仕込んでもいいですよみたいなことにはなってないと思うんで厳密に言うとストリートファイトでも喧嘩でもないわけなんですよね きっちりとルールに守られて放送法の範疇を超えないようにそしてね、とんでもないやつが出てこない例えば噛みつき技で耳を引きちぎるみたいなこともあるわけですよでもそういうのをやらない人を選んだっていうのはこれはもう番組としてはしょうがないし朝倉美久留選手もね、仮にここでね、めったくそに負けて例えば重症なあ傷を負うとかね、うん、重大な傷を負うとかになってしまって、うん、やっぱりこう、その後の活動に支障が出てもいけないんで安全は担保すると思うんですよ だからそれもね、あのプロモーターのさんの立場としてもそうだろうなと思いますし、これからね、少なくとも4年、5年は稼いでいかないと、朝倉未来選手も、うん、ここでね、本当に放送事故みたいなことになって、朝倉未来っていうタイトルが使えなくなってもいけないんで、そこは複雑なところがあってね、あのまあ、強そうな選手を落としてやしまったんだろうなというふうなところはあるんですけども、うん、やっぱりこういう企画、本気でやるっていうのは難しいんでしょうかね、やっぱりね。 うん、その地下格闘技っていうのがあって本当に地下でやってるわけではないんですけどもいわゆる土砂回りっていうかの放送に載せられないようなねそんな格闘技ってあるわけですよしかもカメラとかスマホ持ち込み禁止みたいなあのそういうところもあってそこでは本当にね一生生涯生涯ですよ私たちが知ることのないような危ない選手っていうのはうようよ、まあ、うようよはしてないか <laughs> わずかにいらっしゃるんですようようよって言うと本当にねオーバーですよねそんな何百人もいないですからね 本当に危ない人っていうのは数十人ぐらいいてしかもその危ない人たちもあの再起不能にだどっちかがなるような試合は組まないんですよ。あえてね格差がある人で戦ってまあそれで強い方はある程度ねハンデを負う闇ハンデってやつなんですけどもこれをしないでねあれをしないでねそれをしないでねっていう風なハンデをかませた上で挑戦者にはもうフリーハンドでやらせるみたいなことをねやっぱやるんですよね。 まあ、あまりこれ話しすぎるとねよくないことになっちゃいますけども本当になんかねあのギャング同士の抗争みたいなことは放送はできないですよさすがに、うん、それが分かっているんだけども煽りすぎですよねやっぱりね本当にやばい人が出てくるのかなと思って予選とか映すのにそこで出てきた危ない人は全然出てこずにねでなんかこう体格もそこそこの人ばかりと例えば浅倉未来選手の体重にプラス2 0キロとかね 慎重にプラス1 5ンチみたいな人が出てきたらこれはねさすがに苦労すると思うんですよだそういう人も予選では来てるはずなのにやっぱ落としますよねさすがにさすがに厳しいと思うだから今回の動画で何が言いたいかというとね、うん、やっぱりこう本気の戦いでどっちかが致命傷を負うことを期待するのが視聴者心理だと思うんですけどもそういう世界は少なくともこういった公共性のある電波には乗らないっていうことですよね でもその中で最大限本気対本気の戦いを私たちは楽しめればいいんじゃないかなってことなんですよね。はい、じゃあそんなとこですか。いやでも本当にね、本気でやりだしたらね、うん、そのアマチュアのレストランでもむちゃくちゃ強いですからね。これは日々鍛錬してる人同士ですから。それは本当に血を見ることになっちゃうんで、ある程度ね、予定調和があるのは、 仕方がなないいと思って見るしかないですよね,、うん、ねえやっぱりこう朝倉未来選手ぐらいの拳があったら、まあ、パンチで首の骨折ったりね眼底骨折を起こさしてまあともすれば失明とかでそういうことにもなったり内臓破裂が起きたりとかありえますからねやっぱり朝倉未来選手もその辺を考えてとどめの一打っていうのは使わないと思うんですよ。それはあくまでもアアマチュアレベル 本当にまだ自分が無名だった時はできるけどもちょっと名前が立ってきたらもう逆にできなくなっちゃいますからね。で先ほど申し上げましたけどもどっちかが知名度になっていくね再起不能になることをやっぱり視聴者としては期待しちゃうんですけどもそういう気持ちもやっぱり危ないんでね、うんまあ、これはエンターテインメントの部分がどうしてもゼロにはならないってことを覚悟しながら見るしかないのかなと思ってますけどね。